さん。君ね、山本君ちょっとね、俺インズバー、ね、インコース結構得意なんだけど、あれ初めて手が出なくてあと怖さ感じたね。非常にスピンが効いた球で、もう向こうの胸元えぐったろうと思って投げた。いいよいいよ、この3年間中学校でやってきて、これね、柏リトルシニアで、まさかあのあれ今日今回3年間で一番のボールやった。あーまあそうっすここで一番のボール投げちゃったんですか。ここで、ね、あれめっちゃ良かったよ。いや素晴らしい。ちょっとね、ユーボも三振取ってね。じゃあちょっとユーポンさん、じゃあこの後応援しようね。よし、ありがとうね。ありがとうございます。ユーポン男子あかんでー。ユーポン頑張れー。オーラオーラユーポン、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 イエーイ。弱しないクワンストライク。すげえ、何で弱しない。すげえ、カモセイカモセイユーポン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 。やばい、やばい、これユーポンやばいって。ユーポンやばい。変化ない変化ない。ホームラン、ホームラン、ショーヘイ、ホームラン、ホームラン、ショーヘイ、ホームラン、ホームラン、ショーヘイ。ナイスナイス。
一点を取るこの執念ね、OK？ これ大事よ。これみんなで繋いでくれたあのドン詰まりのヒット、あれを生かすぞ、OK？ タイムリータイムリーブコーン、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 タイムリータイムリーブコーン。しっかりだ、大きいのを狙わずにあのこう肘を畳んで OK、 肘抜き OK、 みんなを真似してくれ。ケイシ君、ケイシ君、いい球来たね。いい球、ドン詰まり、ドン詰まり、ドン詰まり。内容的には打ち取ってるから OK。 そうだよ、もちろん。 あんな感じでどんどんこうインコース攻めて、はい、ね、ちょっとね、やっぱさばきが外来なかった、ほとんど。そうそう、しかもカットボールがあった。ああ、カットボール。めっちゃよ。なんかシュートもしてた。シュートしてた。あ、ナチュラルでしょ。はい。あれ生かした方がいいね。あれもいい。あれも使った。ナイスボールやから。はい、このチーム引っ張ってね。オッケー。はい。また戦おうね。よし。よっしゃ。よっしゃ。高井くんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。よし。オッケー、じゃあラストだ、ラスト。オッケー。オッケー。ちょっとユーポンが今三三振だから、ちょっとユーポンから一言もらおうか。まあ三三振なんで。まあ。惨めな4つ目取らないようにだけ頑張ります。はい。ホームラン、ホームラン、ユーポン、ホームラン、ホームラン、ユーポン、ホームラン、ホームラン、ユーポン。ウェーイ、ナイスナイス。しっかり落ちた瞬間に取ってんの。ホームラン、ホームラン、ユーポン、ホームラン、ホームラン、ユーポン、ホームラン、ホームラン、ユーポン。ホームラン、ホームラン、ユーポン、ホームラン、ホームラン、ユーポン、ホームラン、ホームラン、ユーポン。おー、いいキャッチング、ナイスボール、いいキャッチングだ。ユーポン、頑張れ、ユーポン。ホームラン、ホームラン、ユーポン、ホームラン、ホームラン、ユーポン、ホームラ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 ン。大事だから OK。 最後まで諦めない、これが野球や。 OK。 走れ走れユーポン、走れ走れユーポン、走れ走れユーポン、早く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 走れユーポン。超いいボール。
ちょっとね、こう縦のカーブね、ドローンって目線下げられたけども、ここで粘っとく、 OK？ ここで粘っといて抜かれたけどまだ粘っとく、そしてドーン、毎回俺あの少年野球とね、あの子供たちと対決すると絶対最後ホームランですから、 OK？ みんなのいい思い出に残った、 OK？ この後ちょっとUFOが投げてくれるんでUFOと名将さんが投げるから、みんな守備守ったでしょ、みんな守備 OK？ よし、じゃあ川久保君ありがとうね。ありがとうございます。よし、ありがとう。じゃ川久保君に大きな拍手、はい。ナイスピー OK です、ありがとうございます。ちょっと、3年生、3年生にちょっと向こうのバッティングちょっと聞いてください。キャッチャー聞いてみますか。どうでした3人のバッティング、まずユーポンから。ユーポンはいやちょろかったですか。はい、ユーポンちょろかった。ユーポンはちょっと、じゃあ次、翔平さん、次翔平さん。翔平さんもすごかったです。詰まっててもしっかりヒットに運んでいきましょうね。でもユーポンはしょぼかった。じゃあ向こうさんは最後、向こうさんはしっかりここで粘ってあやってたんで、すごかったですね。有言実行の、ありがとうございます。さあみんな、ユーポン、ユーポンは無視、ユーポンは無言。てか YouTuber の打撃どうだった。無言。次じゃあユーポンとメイチュンさんと対決、頑張ってください。意気込みあります？頑張ります。なんかそんなクールじゃ打てない。やっぱユーポンさんのようなこうやってそこがいじってない、いじってない。俺と握手したらホームラン打てるよって。向こうさんと握手したらホームラン打てる。俺と握手したらホームラン打てるから OK。 よしよしよし、はい、木上げる。村上さんもホームラン打った人のこう気やってますからね。オッケー、じゃあちょっとあれ作ろうか。オッケー。公式無理。まあ、ちょっと怖いよね。やりたくない。左が怖い。いや左も怖い。右も怖い。いや右は別にそんなんやけど、左怖い。まあ、もう右打てよ。もう負けた分、負けた分。ヒロトに投げるわ。負けた分あれだね。投手でちょっと。慣れたらいい。負けた分餃子でしょ。それはあなたです。確かに負けた分餃子だよね。それはあなたです、この人です。ちょっとねユーポンがあの元気ないんで、はい、落ち込んでます。このあとピッチングでやり返すらしいんで、もう出ない。あの毎回さ映像で見てるやろ俺がホームランって。でもあの生で見てどうやった。いやいいっすね、飛びましたね完璧。カーブしてからてこの間の少年野球でも最後ホームラン打ってきましたからね。絶対一緒に頑張れ。俺のキーを上げる。じゃあちょっと絶対負けんなよピッチャー。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。